見つけた。二人ともご飯の時間だよ。パパの喉が渇くことのないように、パパの心に未来永劫まで平穏が訪れますように。いただきます。いただきます。教えてほしいんだ、あの時俺はちゃんと乗れていたのかどうか。巨竜の血を引く少女よ。なんであいつまだいんのよ。変わった人だね。巨竜の血を引いてるって本当なのかな。それにゼロ番台コードって存在しないはずだよね。君の腕前は見せてもらったよ。よかったらこの俺様が一緒に乗ってあげようじゃんか。最初に覚えた言葉は僕、二つ目はゼロツー、そして三つ目は、そしたら僕は君のダーリンだ。パパの心に未来永劫まで平穏が訪れるように。いただきます。そうだよ、だからちゃんとしたいのさ。へえ、そうなんだ。そうなんだよ。うん、僕も見たことないよ。ああ。